それではね、今日はね、みんなのパワーポイントがどこなのかっていうのをね、説明していきたいと思います。で、今日はね、みんないてるんで、みんなにやってもらって、みんなで当て合いっこする。外れたら、もういかん。まあ、外れたら、まあ、練習量倍ということで、しっかりね、はい、見る目を養って、やっていきましょう。ということで、ところで児玉さん、はい、パワーポイントって何ですか？パワーポイントって、力の入る打点っていうのが、まあ、上にあるのか下にあるのかっていうのをね、まあ、ちょっと判断していこうと思います。よし、行きましょう。じゃあ、まずは、カンタから、はい、どうぞ。じゃあ、今からカンタにやっていただきます。はい、じゃあ、3人ちゃんと見て、はい、上なのか下なのか、判断してみてください。はい、行きましょう。はい、はい、さて、どっち？下です。下、はい、上ですかね。上、はい、答えは上です。よし、はい、やった倍。もう何倍ですか？まだ1個につき倍になる。マジですか？はい、次はマーシーいきます。じゃ、みんなちゃんと見といてや、はい、マーシーはどっちなんですか？はい、オッケー、はい、下全員正解、下です。さすが、今度の倍回しだけ。まずいじゃあ次は北村さん行きましょうか。一発行きましょう。次は北村さん、みんなちゃんと見てやる。こうラックアウトして、こうやらんと分からへんの。OK。はい、どうぞ。下。上です。上。分かれました。まっちゃんどっちと思う？僕上だと思います。上と思う、はい、答えは上。今下もこれはすごい難しいんやけど、見た目下やったと思うんですよね。見た目下、見た目下やんな。あ、下にしようとしてんねん。でも本来上やねん。そう、そこもちゃんと見極めないと。まだ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 、まあ、倍の倍やばいですね。倍の倍で、こっち倍。あ、僕当たってますよ。あ、そうか、僕も当たってますよ。あ、みんな当たって。まじ、まじだけじゃん。4倍。4倍。えぐい。100万と超えるっすよ。マジやばい。じゃ最後モンド、はい、じゃあ今日の最後はモンドで、はい、じゃ頑張って。ありがとうございます。いつも通り、はい、潰れんのなしや、はい、これ潰れても倍っすよ。潰れても倍。潰れたも倍。潰れるはずないはずや。OK。 じゃあこれは下上。僕下だと思います。答えは下です。よし、あのな、パワーポイントって結構ね、もうフォーム組んでる段階で分かったりすんねんな。これ分かる？フォーム組んでる段階で分からない。だからフォーム組んでる段階でやっぱ腕の向きがさ、そのなんていうかな、こう脇絞る方に入る人と絞れへん方に入る人と、で北村さんの場合は開く方やねんけど絞りに行ってるんですよ。あ、だから不安定っていうか、そのフォームを組む段階で、うん、でもみんなはある程度そっちの向きで組むからスムーズに入る。でカンタなんかは上なんやけど、その降りるときにやっぱり
高い位置には降りてんねんけど、こうは入ってないね。こうは入ってん。そう、だからまだ耐えてんねん。木下さんの場合は、本来こう下ろしたいのに、こっち側に入ってくるから、不安定になるっていう。あんまり下に意識せん方がいい。まあ、下に意識っていうのはね、ある程度持ってた方がいいんですよ。で、上の人はね、絶対下に寄せた方がいいんですよ。ああ、そうなんですか。それが、そう。下のやつは上に寄せる必要一切ないんで、上の人は絶対下に寄せた方が上がるんですよ。で、その時に、ならこう構えてて、円、肩がね、こう、円運動を描くような下に行き方っていうのが良くないんです。ああ、極端にはこういうこと。そう、だからカンタは、まっすぐ行ってる中で手だけ倒れてるんですよ。これまだありなんですよ。でもあんまり良くない、肩には良くない。だからどうするかって言ったら、こっからまっすぐ引いて高い位置に下ろすようになれたらいいってことなんですよね、はい、これパワーポイント上の下の板はそのまま突き進んでいったんや。どの道ここで受けんねんから、そのまま入るから効率のいいベンチができる。で、上下っていうのはどういうことかって、上っていうのはね、大体このラインで力出てきた、この手のまっすぐの。で、下の糸っていうのは、この溝を力、このラインで力が出る人、うん、っていうことです。なのでね、皆さんこれちょっと覚えててもらって、はい、自分はここでベンチがすればいいんだなっていうのを、ぜひみんな覚えててください。結局外したのが回しの2回。はい、で、簡単の1回。まあ、回しはほんまに4倍って言ったら4倍やっちゃいそうやけど、まあまあまあ、ちょっと4倍はやりすぎやから気持ちちょっと増やして練習しましょう。カンタの場合はそもそも倍って言っても絶対せえへんから、まあ頑張って倍ぐらい、まあどっかな1回ぐらい倍の練習してみてもいいんじゃないかと思われます。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。